12月30日午後2時17分、地方裁判所被告人第5控室。まさか、あの悪路が？やっぱりショックですか？そりゃそうだ。あいつ一番まともだったのに。ほら、ここまで嫌われたんだ。おほん。でも悪路さん、わざと罪を着せようとしたわけじゃ。そうだんべか。ごほん。ゲフ、これ誰言ってんの？ほら、ただの嫌われ者なんだ。そんなことないですから。こら、あんたたち。ああ、糸の子か。人がせっかく証拠品を持ってきたのに、無視っすか。あ、糸の子刑事さん。もういいっす、帰るっす。有罪でもかっくらえばいいっす。まあ、ゆっくりしてってくださいよ。美味しい牛乳もありますから。楽しいトランプの手品はどうだいミスター。はっはっは。いやー仕方ないっすねー。で、証拠品って何ですか？これっす。あれ？これ、昨日、アクロさんの部屋で。分析結果が出たっす。後で見ておくといいっす。こんなことしちゃって、カルマ検事に怒られませんか？内緒っす。はぁ、いいやつだな、イトロコ。別に我々はあんたに味方するわけじゃないっす。ここまでの法廷の流れは我々の予想通りっす。カルマ検事、かなり焦ってたみたいだけど、いずれわかるっす。我々は昨日のうちに最後の手を打っておいたっす。最後の手？それから、検事から伝言があるっす。判決の行方は、最後の瞬間に決まる。以上っす。じゃ、自分は帰るっす。は？どういうことよ。どういうこと？最後の瞬間って。さあ。あ、そういえば。キャー！被告に、サーカスの芸人たちから大量の差し入れが来てるっす。牛乳か？え、オラに？牛乳っす。受付が給食センターみたいになってるっすから。早く飲むっすよ。みんなが、オラに？もう嫌われてると思ってるもんな。当日午後2時27分、地方裁判所第二法廷。では、審理を再開しましょう。カルマ検事、先ほどの続きからお願いします。アクロ氏に証言をお願いする。被害者との関係について。その上で弁護側に立証してもらうわ。この証人に一体どんな動機があるのかをね。わかりました。では証人。はい、証言をお願いします。ついに動機だよ。大丈夫？なるほどくん、返事に困る質問をしないでほしいな。被害者立見団長について。小さい頃、俺たち両親に捨てられたんです。それで立見団長のサーカスに引き取られることに。アクロバットは9歳の頃からやっています。団長に恩返しがしたかった。そのために生きていたのに。短いな。ふむ、関心な若者ですな。お聞きの通り、証人は被害者に大きな恩を感じている。こんな悪路氏がどうして団長を殺害できたというのかしら。全くその通りですね。いかがですかな、弁護人。尋問するまでもないと思いますが、僕が今求められているのは、悪路さんがなぜ団長を殺害したか。まだ分かってないのなら、これが最後のチャンスか。もちろん尋問する。尋問は弁護側の権利です。ふっ、見苦しいわね。なるほど、龍一。なりふり構わず、なんとか動機をでっち上げるつもり？よろしい。では尋問お願いします。とりあえず、揺さぶっていこうか。俺と弟の一平です。ほう、弟さんが？
それはいくつの時のことだったの、証人。俺が8歳で、弟は4歳でしたね。ふむ、ひどいご両親ですな。今は俺たち親なんか恨んじゃいませんよ。立ち見サーカスの仲間に出会えたわけですからね。裁判長、目を潤ませてるよ。こういう話には弱いみたいだ。涙もろいのか、もぎ。泣いてないでさっさと進める。うう、証人、証言を続けてください。団長とあなたはどういう関係に。叔父に当たりますね。俺の親父の兄です。他に頼れる親戚もいなくて。ふむ、サーカスですか。今から15年以上も前のことです。当時は全然お客さんが入らなかったものですから、俺たちの面倒なんて見る余裕はなかったんです。でも団長はいつも俺たちの前では笑っていました。美しいお話ね。団長のために何かできないか、俺いつも考えてました。なるほどくん、いい人だよ、アクロさん。それはわかってるよ、だから辛いんだ。ふむ、それであなたはいつから曲芸を。そんな小さい子供がアクロバットを。団長に無理を言ってやらせてもらいました。俺その頃から体がでかかったから、そのうち弟とコンビを組むようになりました。立ち見フライングチームといえばちょっと有名ですよ。私もアメリカで聞いたことがあるわ。嘘つけ。とにかく俺何か役に立ちたかったんですよ。ふむ、ますます関心な若者ですね。裁判長の目がどんどん優しくなっていくな。ふっ。団長と何かトラブルはなかったんですか。いて、なんてことを言うの。なるほど龍一、この証言を聞いてもあなたにはわからないのかしら。証人の優しい気持ちが。思い知りなさい、なるほど龍一。いて、あただ。ふむ、やはりどう考えてもこの証人が被害者の命を狙うなど考えられませんね。あれ？終わった。そう。その言葉が聞きたかったわ、裁判長。なるほどくん、私もそう思うよ。追い詰めてる僕がなんだか悪者みたいだな。いや、もう十分でしょう。この証人が被害者の殺害を考えるなど。ありえないようですね。その通り、ね。弁護人、あなたにお聞きしたい。はい。どうですか？あなたに証明できるのですか？アクロ氏が立ち見団長を殺害したその動機を。え？いや、だから人違いなわけでしょ？動機、できない。できる、できない。いや、だから人違い。できない、できない。立ち見団長に関してはできない。なるほどくん？そう。考えるまでもない。最初から明白なことだった。裁判長、団長を殺害した動機、それを立証するのは不可能です。なんですと？だって、アクロさんが被害者を殺害する理由はありませんからね。あいで。バカのバカさ加減はバカにできないものね。忘れたの？あなたはこの証人を告発したのよ。立ち見直人殺害の真犯人としてね。結果的にはそういうことになります。結果的？アクロさん。もちろんあなたは団長を殺害するつもりなどなかった。あなたの本当の狙いは団長ではなかったのですからね。あ、そうそうそう、そういうこと。何を言い出すの？アクロさんがこの犯行で亡き者にしたかった人物は、立ち見直人ではなかったのです。え？静粛に。係官、構いませんから、うるさい人はつまみ出しなさい。弁護人、あなたは一体。
あひゃ。なるほど、竜一。あなたは一体一体誰だったというの？アクロ氏が殺害しようとしたのはミリカ、立ち見、リカ、団長の娘にあたる少女ですね。アクロさん、あなたの本当の狙いは彼女だった。そうですね。答える必要はないわ。これは悪質な誘導尋問よ。この質問には簡単に答えられる。ちょっと待った。その前に法廷記録でこれ見とこう。これ事故の際バットが着用、本人の血痕のほか少量の故障を検出。なんで故障？故障、まあとりあえず分かったわ。違うのならば違う、それだけのことです。それならば、そう、なるほど龍一、そこまでいいですか。なるほど君。わはは、私の発言を止めるなんて100年早いは。あなたも弁護士なら。なるほど龍一、名前連呼しすぎだから。証拠を見せなさい。この証人の立ち見理科に対する殺意を証明する証拠を。そう、それです。この私に提示してください。アクロ氏がその少女に殺意を抱いていたという証拠はこれだね。アクロさん、こいつに見覚えがありますね。それは立ち見団長の衣装のポケットから発見されたメモです。被害者のポケット、アクロ氏が書いたものです。殺人者に次ぐ。事件の夜10時、広場へ呼び出すための手紙でした。立見直人はその手紙で呼び出されたわけですか。ただここで一つ問題があります。問題？アクロ氏はこれをある人物のポケットに入れた。しかしそれは立見団長ではなかった。まさかそれが？そう、その人物こそ立見理香さんだったのです。てか立見理香って名前だったんだね。静粛に。なるほど君、今の話は本当のことです。ただミリカさんはその手紙が自分宛てのものだと思わなかった。だからそれを事件の朝食堂に貼っておいたのです。それを父親の団長が読んでしまったわけ？その通り、団長はミリカさんの代わりに現場に行ったのです。そして殺害されたミリカさんの代わりに。そんなことが。先ほどのアクロさんの証言を思い出してください。胸像を持って窓から身を乗り出すのは無理ですね。俺の下半身は今は力を入れることができないんです。そんなことしたら俺の方が落っこちますよ。アクロさんは窓の下に来たのが誰だったのか見ることができなかったんです。じゃあアクロ氏はミリカさんがいると思って胸像を落としたのです。ね、なるほどくん、ミリカちゃん、これを今傍聴席で聞いてるんだよね。うん、これからもっと厳しい話になるはずだよ。ミリカちゃん、辛抱できるのかな。アクロさんがミリカさんにこのメモを書いた。バカはバカなりのバカバカしい、バカがバカにバカなバカ。自分で言っててよくわからなくなってきた。とにかく、なるほど龍一、このメモにはこう書いてあるわ。事件の決定的な証拠を預かっている。そうですね、つまり立見理香を殺人者として告発していることになる。よくわかってるじゃないか。何？団長はその事件を知っていた。だからあの夜現場に行ったんです。可愛い娘さんの代わりにね。待ちなさい、なるほどくん。あなたは
メモに書かれている事件を知っているのですか？半年前の事件。そんなの知らない。もちろん知っている。半年前の事件、弁護側にはもちろん立証の用意があります。バカな。しかしそれは今回の事件に関係あるのですか？もちろんです。なんでどもる？半年前の事件、すべてはそこから始まっていたのです。そうだったの。なるほどくん。多分。それならば早速聞かせてもらうわ。このメモに書かれている事件の決定的な証拠、それは一体何のことなの？これに答えられなければハッタリが見抜かれる。ハッタリだったのかよ。半年前の事件、メモに書かれた決定的な証拠とは？決定的な証拠とは？どういうこと？胡椒かな？胡椒入ってたし。違うかな？むむむむ。白書、白書、白書。はが。これは何の冗談かしら？なるほど、龍一。冗談なんかじゃありませんよ。どういうことですか？被害者は木箱を持ち去ろうとしていました。その箱の中に決定的な証拠が入っていたからです。またとんでもないことを。じゃあ弁護人、あなたはこういうわけですか？立見里香さんはこの小瓶で誰かを殺害したと。そうとしか考えられません。バカのバカげたバカ騒ぎというやつね。それならば聞かせて。なるほど、龍一。あ、これさ、もしかしてさ、ライオン？レオン？が、笑ったとか言ってたじゃん。これつけてたんだよね。事故の際、少量の胡椒を検出。ってことは、くしゃみをしたんじゃないの？それでかじっちゃったんじゃないの？あ、間違った。立見里香の手によって犠牲になったのは誰？バットだよね。その方はアクロさんの弟です。何を言ってるの？彼はまだ死んでないわ。確かにその通りです。しかしバットさんは半年前から意識不明。アクロさんが殺されたと感じたのも無理はありません。ミリカさんが彼を？バカバカしい。証人の弟木下一平のことは当然検察側も調べている。彼は半年前、ライオンに襲われて、人事不詳に陥ったのよ。ライオンですか。ミリカ、立見里香は確かに猛獣使いよ。でも、ライオンは人を襲う、調教など受けていない。つまり、ミリカ城には、ライオンに人間を襲わせることなどできるわけがない。ふむ。では、その弟さんのことは？殺人事件ではなく、ただの事故だった。なるほど。どうする？誰も納得してくれないよ。ねえ、本当に事故だったの？バットさんのこと。ただの事故ではなかった。いや、多分そうだと思うんだよね。ライオンがバットさんに噛みついたのは、ただの事故ではなかった。なんですって？懲りない男ね。なるほど、龍一。ミリカ城がライオンをけしかけるのは無理だったのよ。残念ながら、ライオンが噛みついた原因はミリカさんが作ったのです。これ？それはスカーフですか？アクロさん、これはバットさんが巻いていたものですね。そうです。このスカーフをバットさんにプレゼントしたのは、ミリカです。ミリカさん。このスカーフには血の他に別のものが付着しています。一体何ですか？胡椒です。胡椒？その通り。
ミリカさんは事故の前にバットさんにこれを渡した。胡椒をたっぷり振りかけて。なんだこの沈黙は。あの弁護人、ずいぶん勢いよく指を突きつけられましたが、一体それが何だというのですか。え、胡椒を振りかけたスカーフをプレゼントした。それが罪になるのですか。どうやら裁判長はまだ分かってないみたいだな。あ、カルマ気づいた。なるほど、龍一。ライオンは、笑ったそうね。笑った？ライオンが、ですか？バット氏が噛みつかれる直前のこと。ライオンは一瞬、顔を歪めて、笑ったように見えた。ライオンというのは、笑うのですか？聞いたことはないわ。しかし、くしゃみはします。な。レオンは、バットさんに噛みつく気なんてなかった。ただ、くしゃみをしただけだったんですよ。